ジェフ・ユナイテッドを愛する皆さん OB の小林寺脇です今ご存知の通りコロナウイルスの影響で J リーグも開催できない日々が続いています世界中でね、こんな状況というのは生きていても一度あるかないかの状況だと思いますしそれだけ日常では普段ないことがこれから起こり続けると思います 逆を言えばここを乗り越えれば明るい未来が待っていると僕は信じていますしこの事態が収束したときにはパワーアップした自分になれるとそう信じて今、頑張っています一日でも早くこの事態が収束してまたスタジアムで選手たちのプレーが見れるように。 えー、私たち一人一人が、えー、自覚を持って、えー、行動していきましょう、えー、どんな困難もみんなで協力し合えば、えー、乗り越えられると僕は信じてますウィンバイオール